皆さんこんばんは。1月31日ネクスファームがお届けしています。早送り農業ニュース、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。最初は上ですね。農作業代行利用 24%、 現場への周知が課題。外部の事業者が作業を有償で請け負う農業支援サービスを利用する農家は2022年で 24% だったことが農水省の調査で分かったそうです。76% に上る非利用者のうちの 22% は今後利用する意向があるものの、現場への周知が課題となっているそうです。続きまして真ん中ですね、広がる竹チップ堆肥、広島県安芸高田市全国で販売、獣害防止にも。広島県安芸高田市の緑堆肥センターは放置竹林の解消へ竹チップ堆肥の利用を広げています。年間1500トンを製造し、市内の農家200戸に提供するほか、全国への販売も始めたとのことです。それでは最後下ですね、田んぼダム投稿制定、36道県で 6.1 万ヘクタール、政府目標の6割。洪水抑止のため国土交通省と農水省が推進する田んぼダムの広がりは投稿制定。日本農業新聞が47都道府県に取り組み状況を聞いたところ、36道県で全市町村の1割超えの181市町村が取り組みを始めていました。総面積は6万1620ヘクタールで、政府が掲げる2025年度目標の6割超えに当たるそうです。各都道府県の状況が明らかになるのは初めてとのことです。水田面積の広い北海道や東北、北陸に多く、中山間地の多い西日本では進んでいない傾向にあります。近年の台風や豪雨などで被災した自治体ほど取り組みが進む一方、農家への理解を図るため治水効果の証明を国に求める声もあるそうです。北海道、新潟、山形の3道県で全体の 77% を占めていて、水稲作付け面積に占める割合も北海道 29%、 新潟 14%、 山形 6% と多いとのこと。近年相次ぐ大規模水害を受けて始めた地域も多いそうです。国交省の水害統計で過去10年の被害総額の多い10県のうち、福島や熊本、栃木など8県が進めています。21年7月豪雨で被災した熊本県は25年度までに540ヘクタールを目指すとして、今後も拡大する計画を明らかにしました。一方、首都圏や西日本では限界が指摘されています。神奈川県は基盤整備率の低さなどを挙げ、高知県は中山間地が多い上に有効性が分かりにくく、農家の理解が得られないと回答しています。河川全体の治水効果が実証されていない、自主的な取り組みなので強制できないなどと疑問を持つ県もあるとのことです。はい、それではここでネクスファームからのお知らせです。ネクスファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては、耐雪耐寒仕様で ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、換水制御システムによって自動換水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としては、こちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側装というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで、閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて、暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代、全部込みになっています。入っていないものとしては暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規収納の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。
他にも農業以外としまして、全店舗型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、室内ドッグラン設備のようなものに入れてですね、ペットと過ごす新しいレジャー空間の提供ですとか、または雨風をしのぐ資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。いろんな使い方ができますので、ぜひこれを機会に借りてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先等は、こちらの下に書いてあります。メールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。